い、どうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて、本日はですね、今までのその対戦動画とは少し違って、この動画見てもらった人はわかると思うんですが、オープニングに、今までとはね、違ったオープニングムービー、入っていたと思います。で、それプラスね、クランのロゴっていうのも見てもらえたと思うんですけども、これを、今回ね、これ僕が実は作ったんじゃないんですよ。他の方に作ってもらって、てるてるさんって皆さんご存知でしょうか？かなりね、いろんなアワードとかのロゴを作ったり動画を作ったりっていうことで活躍されている方なんで、結構ご存知の方も多いと思うんですけども、その方にね、今回作ってもらいました。で、本日はなぜこんな話をしてるかというと、このね、てるてるさんとちょっと大阪でお会いしております。で、今回かなりね、このロゴとムービーを作るのに時間をかけて、1ヶ月以上かかって作ってるんですよね。そこのところのお話っていうのをちょっと一緒にこうしながら、ぜひね、皆さんの中にもそのロゴとかムービーとか作ってみたいよって人多分いると思うんですけども、ぜひね、そういうふうに考えている人の、ご参考になればというふうに思いますし、こんなのもありかなということで、最後までお付き合いいただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。というところでね、てるさん来てもらってます。てるさん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。てるてるです、はい。この度はね、すいません、本当に急にね、お話進めてもらいまして。いえいえ、こちらこそ、僕も何、コミさんの動画、いつも見させてもらってたんで、こういう機会もらえて嬉しいです。いや、そう言ってもらえるとね、もう本当にありがたい限りなんですけども、今回ね、てるてるさんと一緒にこの動画制作をね、始めたっていうのは、本当ツイッター上の、ちょっとしたコミュニケーションがきっかけだったんですね。僕がこう動画と配信してるっていうのは、てるてるさんにもこうね、ご存知いただいていて、で、その中で、てるてるさんがリミットブレイクさんでしたっけ？はい、そうです。ね、クランのロゴとかムービーを作ってくらっしゃったというのを私がツイッター上で拝見して、すごいかっこいいなと、コメントをね、こう開始したら、そこからてるてるさん側からこうね、じゃあ一緒にコラボしませんかみたいな話をいただいて、実はその時僕もね、お願いしようと思ってた、ちょうどそのタイミングだったっていう。あれがほんまそうらしいですね。ほんまかなと思いましたけど。そんなのあるかみたいな、ね、感じなんですけど、そんな中でね、今回一緒にこう、ロゴとかね、ムービーを作らせていただこうと、いうお話になったんですけども、こう一緒にやらせてもらった時どんな感じでした？なんか、その思ったこととか感想みたいなのがあれば。そうですね、やっぱり投げたことに返してしっかりと答えが返ってくるというのはすごいやりやすかったです。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。なんかね、こっちもでも実は、その一番最初ってね、てるてるさんからいろんなサンプルを出してもらったじゃないですか、はい、僕自身もね、はっきりしてないところがあったんですよ。例えば、その自分のイメージって、多分最初から持っていて、こう作ってくれっていう人ってあんまりいないと思うんですよね。確かにそうですね。はい、そこをイメージを伝えながら形にしてもらうっていうのを、てるてるさんにやってもらってたっていうこともあって、はい、結局どれくらいですかね、動画だけでも多分3、4回作ってもらったし、ロゴだけでも多分5、6回はね、作り変えてもらって、だいぶ長期間のね、本当制作になってしまったと思うんですけどね。僕の中でも、ここ最近依頼受けさせてもらった中で、かなりの難産の難度に入ります。本当ね、申し訳ないぐらいですけどね。難産すぎて、こういう形で残さんな、もったいないね、あいつぐらい。本当にね、そうなんですよね。でね、やっぱりそれ、何度も何度もこう作りってもらってはやり取りしてっていうのって、制作者さん側からするとどうでした？なんか思うところとかって。このやり方を模索しながらやってるんですけど、サンプルを投げてる時点で僕の中ではかなり楽しくやってます、はい、こんなものができたらいいなとか、形にしてみたらこれかっこいいんじゃないかなっていうので、そのサンプルを作っては投げて、作っては投げてでリアクションをもらってるっていうのがすごい楽しい時間なんで。あ、本当ですか、はい、いや、そう言ってもらえたらなんかね、でもやっぱりこのお願いしてる側からすると、やっぱり自分のその作ってほしいイメージっていうのをちゃんとやっぱりお伝えしないと、作ってくださってるてるてるさんに対しても多分時間も無駄遣いさせてしまってるっていう、やっぱりそういう申し訳なさはあるんですよね。そうですね、やっぱり作り手としてのやっぱり時間の消費というのは、やっぱり皆さん絵師さんの方にも
やっぱりタイムラインでも結構見ることもあると思うんで、そこはやっぱり重要ですね。あのリアルとまたあくまでも趣味という中で時間を割いているということで、そこはやっぱりあの重要になってくると思います。そうですよ、はい、でここなんですよ。でね、ちょっと私がまずかったなと思っているのは、最初、こんな風なのでどうですかってサンプルをいただいたときに、自分の思っていることをね、実は正直に最初言えてなかったんですよ。あ、そうですか。言えてなかったんですよ。ああ、なるほど。はい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 。せっかく作ってもらったものに対して、もっとこうしてほしいとか、例えば、一番最初なんか時間の問題があったじゃないですか。20秒弱の動画をね、サンプルいただいて、はい、7秒か8秒ぐらいにしたいんですよって言ったら、はい、もう全部音楽からベースにしてらっしゃるんで、作り変え、音楽の探し直しからやんなきゃいけないよっていう話 で、はい、 はい、それを聞いた瞬間にちょっとこれはっていうふうに思ってしまってね。なんとか10秒には収まる形ではまたサンプル作り直しましたが、それでもやっぱり長かったんですよね。そうなんですよ。やっぱり自分の中でこうっていうのがあって、多分お互いにそのものをねクリエイトしようとしてる立場なので、お互いのいいものが微妙に違うんですよね、はいはい、そうですね。そこでまあ、納得していただいたというのが僕の中での認識やったので、今こうやって改めて聞くと、やっぱりクリエイター同士としての制作者側としての意見は教えてほしかったなというのが今の素直な気持ちです。そうですよね、はい、だからそれ変に遠慮したことによって逆に長くなってしまうということもある、はい、そうですね、っていう話で、はい、そこのところがね少し僕今回反省点だったかな、まあ、自分自身としてのねいうふうに思っていて、もう少しやっぱりね自分の言いたいことを言いながら、それでもお互いにこうやっていけるような関係を築いていけたらと思うんですけど、これ結構難しいんですよね、初対面でこうやろうと思うと。そうです。しかも文字だけでのやり取りなので、そうなんですよ、もう余計無理なんですよ。そうなんですよね、はい、しかもやっぱしお互いもう気を悪くしたらあかんと思って、うん、自分の素の言葉で喋るわけでもないですし、そうなんですよね、打ち解けるまではなかなかね、はいはい、もう小宮さんとも僕はこれの動画撮る前に LINE で電話させてもらって1時間ぐらいずっと喋ってましたよね。あれでやっと自分の素が出せたかなと思いますし、あ、分かります分かります、はい、本当に声とメール全然違いますからね。そうですね、やっぱり、うん、まあ、でもいきなし通話で会話しろ言うてもそれは無理な話なんで、ただもうコミュニケーションとしてはかなりやりづらい中での対応だったと思います。そうでしたね、もっと早くね、はい、ああいう電話とかしながら、はい、イメージをやっぱねすり合わせたらよかったかなって思って、で、まあ、だからねあれだったんですよ、電話とか失礼かなと思ったんで、もうクランに来てほしいって私お願いしたのは、そうですね、そこだったんですね、はいはい、自分のやっぱりクランのロゴを作っていただいたっていうところからすると、自分たちのその中の雰囲気っていうのをよくねその分かっていただいた方が多分お互いのイメージをすり合わせやすいかなと思って。緊張しませんでした？急に来いっていうような話だったんで。いやいや、イベントとかで行くっていう形はまだ何回かあったので、そんなに数多くはないですけど。あ、そうでしたか。ただまあ、誰ともフレンド登録してないんで、ずっと潜ってました。そうね、そう、チャットに登場するのがね、結構最初ヒントが、だいぶ低いんで。カンクラさん、インも多いんですよ。にもう常に、あ、俺一人、ええわ、みたいな。無言ログイン、無言ログアウトは。かなりしてました。なんかね、援軍ありがとうございます。今から撮りますみたいな、この繰り返しが最初の数日間あって、はいはい、でもなんかね、溶け込めなかったんですけど、まだサブリさんたちにもすごいよくしてもらってたんで、ああ、そうかですか。大丈夫ですけど。よかったです、よかったです。まあでもなんかね、やっぱそういう中でもまあお互いのね、お互いのっていうかなんだ、こちら側のクランチャットのやり取りとか、まあ、そういうので雰囲気はね多分感じてもらえたと思うし、まあ、最後の方なんかはねもう来てもらって1ヶ月弱ぐらい経ってますけど、かなり多分他の方とも話しやすくなってると、まあ、思うので、僕のイン時間がかなりもう制限されとるんで、お仕事上そうですよね。もう本当に大変で、まだ今日もまだ対戦残ってますけど、やばいですね。攻め残ってますけど、酔っ払い前に一発やっていただかないとですね。そうなんですよね。ちなみになんか今回ねかなりいろんなそのサンプルを作っていただきましたけど、なんかそのてるてるさんの中で、まあ、最終的にはねこの鹿の形に落ち着いたと思うんですけど、これ印象的だったなみたいな、これだったんじゃないかなみたいなサンプルってこれまであったんですか、出してもらった中に。いや、もう鹿のあの画像を探し当てた時にこれやというふうにもう来たと思いましたね。あ、そこでですか。もうそこまでは試行錯誤の連続で、あ、そうだったんですか。何してんの自分っていうふうにもう悩みまくってました。はい、あ、なるほどね、はい、あ、そうだったんですか。もう今画像出てるかな、
本郷力士像のシルエットなんてもう何してんねやろ自分もう意味わからん、ね、でも最後はもうコミーさんにすいません僕の力不足ですって謝りターンしたんだけどあれ、ね、逆にこっちもねあのちゃんとイメージが伝えきれてなかったからそう思わしちゃったっていうのがあったかもしれなくて結構ね疲労逆に使ったところはあったんですけどね、だからもう難産というあの僕が言うゆえんっていうかなんていうんですけどもう苦しかったですね。2日ぐらい作業止めましたもんねもう見たくないと思ってあでもねあれそうなんです、一番最後の鹿に行き着いたじゃないですか、はい、で最初鹿を見せてもらった時に、はい、デビューさんがこれ来たわっておっしゃったんですけどね、はい、僕その時に多分そこも温度差があったと思うんですよ ね、 そうですね、あれこれ来たわって時点かっこよかったんですけどなんかちょっとあれそんなにっていうのが正直あって、まあでもかっこいいですよ、かっこいいんですけど一言奇抜勢でしたからねそう奇抜ですね鹿ですかみたいな、僕も奇抜勢で言ってえ向こうはハテナマークで出ましたからこの辺がねあのメールのコミュニケーションの問題ここ伝わらんかなと思って多分ねこれあれなんですよ、ロゴ初めてお願いする人とか多分みんなそうだと思うんですけど、はい、あの完成する形っていうのが多分見えてないんですよね。あそれはもちろんそうやと思います、はいね、多分テーテルさんにとっては、この鹿を加工すればこうなるぞ、このポテンシャルがあるんだぞって分かってらっしゃると思うんですけど、こっちはもう鹿のシルエットでしかないんで、はい、もちろんこれがどうなるんだと、しかも黒ですからね、そうなんですよ、はい、もう本当にもうねちょっとどうなるのか分かんなかったってところで、はい、多分ね完成形のイメージっていうのがないと、はいはい、そこがね僕ちょっと奇抜だなって思っちゃった、まあまあ、僕もあの見つけた時仕事の合間やったんで、まあ、そっから何もサンプルを提示することもできずにただ黒い鹿のシンボルを出しただけという放置プレイにも程があるやろみたいな感じやったんですけどでもあれやっぱりね、最後 の、 あの完成形の一歩手前、はい、あのこんな風になりますよっていうその、ドラフト版みたいなものを見せてもらった時にも、はい、やっぱりね、いいなと思ったんですけど、まあ、これでもいいや、違うな、ごめんなさい、これで十分です、文句ないですって思ったんですよ。あ、はいはい、今ちょっと言葉間違えちゃったけど、ね、なんですけど、はい、それを完成形ですって送ってきてくれたものはさらに超えてたんですね、はい、で、それ見た瞬間に、あ、このシルエットで自分が想像できていたものっていかにその乏しい想像力だったのかなっていう風にね、そこまでは言わんでも大丈夫です、はい、だからある種思ったのは自分のそのイメージっていうのをどうクリエイターさんと共有するかで、共有した上でその最後 の、 その作り込みはやっぱりお任せするのが一番だなって思いました。変に口を出して僕あそこで鹿違うんじゃないですかって言ったってたら多分これなかったと思うんですよね確かにそれはそう、確かに、ね、本当に本当に多分だからあれなんでしょうね、そのお互いのやっぱイメージのすり合わせって相手の思っているものと自分が作りたいものがいかに違うかってことなんですね、きっと。そうですね、もう求めてるものが何か自分が作りたいものが何かのすり合わせだと思います。そうですよね、でも 100% 求めてるものに沿うことはできないですし、やっぱり世に出るからには自分の作品だというプライドもありますから、 そうですよね、そこに関しての譲れない部分はしっかりと思って、でもわかります、リクエストされたものに関してはそれを表現するのも自分 の、 クリエイターとして の、 力量だとも認識していますんで。あ、そうそうそう、はい、印象深かったのがあれですよね、鹿のこのロゴあるじゃないですか、これこのロゴのK のところね、はい、そうです、これ僕ね黒と赤っていうのがこの関西クラクラクラブのシンボル、まあ、そのいわゆるクランの旗、ね、っていうんですか、最初からリクエストいただいてましたからね、そうそうそう、はい、黒と赤って言ったんですよ、で K を赤にしたいってよく言われるんです、あのクランの旗がこの色なので言うて、はい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 、はい、あれでもね、この K のところはモテルテルさんからね、はい、ここは僕の譲れないポイントですってはっきりとね、はい、これそもそも何をイメージしてらっしゃったんですか、この 金色のあれって。真鍮プレートを意識しています、ちょっと段差をつけて影をつけて、それでちょっと一枚板の真鍮プレートを意識しているんですね。そうそうそう、そうですよね、一枚板のプレートで要は機械的にプレスされた量産品として意識するなら、ここに赤を入れる必要はないんですよ。やっぱり全部コストの問題もありますし、作業工程の問題もありますし、はいはい、はいはいはい、それはこういう風になるぞと、はい、その質感を説得力を持たせるのがと、やっぱり統一感があれば、やっぱり細かいの作り手のこだわりとかは伝わらなくても、やっぱりパッと見た瞬間に何かスッと入ってくるものがあると信じてるんで、あ、なるほどね、はい、そこで自分が
あの納得できない部分を一つ入れてしまうと、ええ、説得力もなくなれば、自分がこれは真鍮プレートとしてあの作っていますというふうに僕も自信を持って言えなくなるんで、あ、はいはいはい、ここはちょっと申し訳ないですがと言ってあの断らさせていただきましたけど、まあ、それに関してあの小宮さんにもあのすぐ理解していただいたんで、まあ、申し訳ないですけど今までの依頼人の方にももうここで謝らさせてもらいますけど、僕はやりたくないってはっきり言ったこともありましたでもね、多分そうだと思うんですよ。僕もあのそれを逆にあの無理にこうしてくれって言っていいものができるとはやっぱり思えないですね、はい、もうどうしてもやりたくない時の、それ申し訳ないですけどちょっとチャットがあの凍りついてしまったこともあるんですけど僕はやりたくありませんとでもね、多分それがなかったら、はい、絶対にその人のオリジナリティのある作品って多分生まれないし、それの積み重ねっていうのがやっぱりその過去に作った作品も含めて多分そのクリエイターの作品の全体の価値を上げていくと思うんですよね。あの絵師さんもやっぱり最初は模倣から始まる、模写から始まると言いますし、本に関しても全くゼロから始めてるもんなんで、積み重ねてる中でやっぱりモチーフってなるもの、やっぱり参考になるものは絶対あるんですけど、はい、これは絶対に自分のオリジナルやって胸を張れるものがやっぱし何個か出てきてるんで、それを大切にして、まあそのまあ、作ってるところですね、作業してますね。ちなみにあえて聞きますけど、このロゴと動画はそのうちの中に入っていますよね、はい、あもちろん、はい、もちろん こんだけ苦労してオリジナルちゃう言うたらえらいことちょっと言葉に詰まったちょっとパクりました言葉に詰まったらどうしようと思ったちょっとパクりました言うて言うたらえらいことですよかった危ねえと思っていや、わかりました。よかったよかった。まあまあまあね、それはもうこんだけ時間かけさせてもらったんでね、私も、本当に一寸の不満もございませんし、てるてるさんの作品としても、世に出してもらえるものになっているとお聞きできてね、本当に嬉しいんですけども。ちなみにまあ、ちょっと、お話も最後の方に入っていきますけども、はい、そもそもこういう依頼とかって、てるてるさん個人としても結構、引き受けたい話ではあるんですか？定期的にやっぱり自分が作りたい、やっぱしやりたい、ほんでまたこういう依頼を受けることで人脈が広がってコミュニケーション広がるっていう、やっぱり自分にはプラスになることが多いので、はい、やりたいものはやりたいんですが、やっぱりリアルと仕事との駆け引きバランスにもなってきますので、でまああとやっぱしインターバルが空けたいなというのもありますし、もう今回1ヶ月みっちりやってしもたら、ああもうええわみたいなちょっと一回休みがちょっとバカンスね、もうええわー、ね、しばらくええわと思いますけどまたあの時が経てばまたああまたなんかやりたいなというのは確かにもうあるので、一回集中して頭の中詰め込んでると頭一回リセットしないともう何ごっちゃになってくる、ね、ごっちゃになってくるんで、結構多分そのまあ僕も動画とかやってるとそうなんですけど、時間の大半持ってかれますからね、これに。そうですね、本当に、うんうん、まあ、まあそれが自分の楽しみで趣味 で、ね、そのストレス発散で、しかも皆さんにまた結果が見てもらえるっていうのもいいなんで、まあ、続けていくことは確かなんですけど、はい、僕の中で今もう特に思ってるのはプランロゴというの依頼がかなりヘビーなんですね。あ、トミーさんにもちょっとお聞きしたいんですけど、あ、はいはい、トミーさんの中にあるプランロゴってどういう印象ですか、どういうものですかね。いやでもなんか僕結構その一般的な答えしかないですよ、はい、はい、まずそのみんながこのチームこのロゴを大切にしたいなっていう思えるかどうか、まあ、要するに心の拠り所みたいなもんですね、はい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 、このロゴを後ろに背負いたいからここにいようって思えるようなものであってほしい、はいはい、旗印です。そうですよね、はい、あともう一個大事なのはこのあまりにそのなんていうのかな、奇抜すぎない方が僕はいいなと思っ てそれは新しくやっぱ来てくださった方っていうのもこれからも少なからずいらっしゃる中で、はい、このクランってどんなクランなんだろうっていうそのね雰囲気をまずやっぱロゴから見ちゃう人も多いと思うんですよね、判断されてしまいますね。そうなんですよ、はいはい、なんでやっぱりその老若男女問わずに老若男女でカンクラさん老が多いっぽいと思うんですよやめてくださいよちょっとこれ結構今ね、この女性のプレイヤーとか若い方をね、もっとこう入ってきてほしいと思った時に、これ営業妨害ですから。いや、
これはちょっと これはもう主張させていただきますけど、カットこれはもうカットでしょ、編集でカットしますけど、これはもう主張させてもらいます、カットカットあのまあまあこんなこともありませんからね、あのちゃんとね、はい、老若男女にこうしゃしゃまれるやっぱりね、あのクランで会いたいけども、やっぱりその落ち着いたねこの雰囲気っていうのはそれなりにやっぱり、まあ、僕らの落ち着ける場所でもあるので、はい、あの維持できるその微妙なバランスですよね、まあ、そういう意味で今回のその、まあ、鹿っていう、まあ、特に関西は奈良、まあ、このかなりねあのシンボルとして、関西を象徴しているところと全体の落ち着いたロゴの雰囲気だったり、はい、でもなんかその主張しすぎないあの大人しさみたいなところで僕はかなり調和が取れていいなっていうふうに思って、最後これでぜひやらせて、決めさせていただきたいっていう、ね、ありがとうございます。さて、まあ、そんなところですね、あのかなりいろいろお話はさせてもらいましたけども、まずまずまた大阪まで来てもらって、ありがたいです、いや本当にね、はい、やっぱり ここまで、初めてお会いして、我々のためにねこういろいろ作っていただいて、もうそれに関しては本当感謝しかございませんし、それを言うなら、まあ、もうたった1ヶ月の絡みでここまで濃密にまだ話できるもんかなと思って、あ、それもそれはもう僕もびっくりしてるところです、ね、いや僕もです本当にかなり言いたい放題、私も、ね、あの要望ばっかり伝えたのにというところであったんで、もう全然もう1ヶ月の付き合いと思えないぐらいいやぜひねこれからもそう出て終わらせずに長くお付き合いできればなというふうに思っています。はい、はい、というところでね、本日は、今回のクランロゴと、そのオープニングムービー、作っていただいたクリエイターのてるてるさんに、お越しいただきまして、いろいろお話を、こうさせていただきました。まあ、皆さんの中にもね、冒頭言ったように、いろいろ、クリエイターさんに相談したいよっていう、方いらっしゃると思うので、まあ、そう考えていらっしゃる方の、少しでも、参考になったり、あとは、まあ、見ていただいているクリエイターさんの中にも、これを見てね、自分はこう思うよとかいうことがあったら、ぜひ、コメント欄に、一言いただけたら嬉しいななんていうふうに思いますので、ぜひぜひね、よろしくお願いできたらと思います。はい、というところで本日はね少し思いが違いましたけども、またこれからもいろんなクラン体制の動画だったりね、クラクラの攻略動画出していきたいと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。皆さんもぜひカンクラにもね遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思っております。では本日はこのあたりで失礼します。ありがとうございました。バイバーイ。